大阪トヨペット株式会社は大阪府を販売エリアとするトヨペット店のディーラーである。1946年9月創立。2006年8月8日に大阪トヨタ自動車株式会社から社名を変更。逆に2006年8月7日まで現在の大阪トヨタ自動車が大阪トヨペット株式会社という社名であった。 2020年5月現在以下の車種は2020年5月の全車種併売化の対象外である。他の都道府県ではトヨタ店の扱いとなる。大阪トヨペットグループで OTG モータースポーツというレーシングチームを保有している。OTG は大阪トヨペットグループの略。00年代は 片山右京と共にダカールラリーなどのクロスカントリーに参戦したこともあるが、2010年代から現在までは国内カテゴリーを中心に活動している。2014年からは LM コルサを組織してスーパー GT の GT300 クラスに参戦し、多数の勝利を収めている。2013年から 86BRZ レースにも参戦しているほか、 D1 グランプリにナスカールのエンジンを搭載した86や1000馬力のレクサスルーファを投入したりしている。大阪地区では2006年の社名変更まで、トヨタ店とトヨペット店の取扱者種が逆転した形で販売されていたが、これは1950年代に、大阪トヨタの社長が、トヨタ店がクラウン乗用車、トヨペット店がクラウンの商業車、マスターラインを扱う。 タスキ掛け方式販売に逆行し堅牢でタクシー社として人気のあったマスターラインに執着し、同社の販売権を獲得し逆に新設の大阪とヨペット店が本来とヨタ店の扱うクラウン乗用車の販売権を獲得したことに由来する。ありがとうございます。